シノの気持ちミュージックラブね、気づいたらもう今日61回目じゃないですか。いやすごいなと思って、自分でね自分の番組見ながらこんなにやってきたんやと思ってね、ちょっと歴史を振り返ってました。そしたらね、なんかねちょっと私こうね、夏に痩せたりこう太ったりとかするのがね、こうもうわかる、もうヒデさんじゃないんやからとか思いながらですね、いや私もこうやってねもう残してくれてるじゃないですか。そしたら自分のねこの歴史を感じてしまうんですよね。まあそれだけ続けてるっていうことでしょうか。いやいや今日ね初めて見てくださった方もいると思うので、改めましてしのです。和歌山中心に大阪、名古屋、東京などで音楽活動しておりますね。普段はギターとボーカルのユニットなんですけれども、ギターのね加納博さんも忙しいため、もうほんまにシノプラスのプラスとしてのおまけもおまけにもなってるんかなって最近思うんですけれども、まあでもね仲良くやっていきたいと思っております。はい、でもうね今週はすごい興奮することがいっぱいありましたよ。まず1個、AKB48 の総選挙見た人、もう見てたらね、もう誰に入れたとかまで言っていいんで、全然私のミクシーの方に書いてください。まあ私はね今回は総選挙はねしてないんですけれども、そうですね、一昨日ですよ、もう7時からずっとテレビの前でこうずっと見てましたよ、2時間ね。残念だったのは最後大島優子ちゃんのコメント、1位のコメントの時切れたでしょなんでやねんってね、ほんまでっか TV が始まってですね、いやもうちょっと見せてやとか思ったんですけれども、どうでしたね、あなたの予想はどうでした。もう私もう興奮興奮で、私も結構予想とかいろいろしてたんですけれども、一番びっくりしたのは SKE のね、はい、ダブル松井がね2人とも入ったじゃないですか、10位内に。もうあれもびっくりしたんですけれども、やっぱり AKB48 はこれだけ露出してるからテレビとかもねいっぱい映ってると思うんですよ。でも SKE があの順位に入ってくるということは、これは SKE がもっともっと有名になって、ね、AKB と同じぐらい露出するようになったら、まあ、大どんでん返しとかもあるのかななんて思ったりして、いやードキドキしながら見てましたよ。でね、みんなこう選ばれるともう自分のこう順番がね、順位が決まるともう泣いてたじゃないですかね。その涙に誘われて私も結構うるうる来ちゃったりとかしてましたよ。でね、友達と電話してもう誰々ないんやでって、うっそマジでとかっていうやり取りをねやってたんですけれども、きっとねみんなも興奮してたんじゃないですかね。視聴率だって 28% とか言ってましたよ。すごくないですかね。最近の普通のね選挙あるじゃないですか、国レベルの選挙、和歌山市の選挙とかね、いやそれより盛り上がってたんちゃうかななんて思ったのは私だけでしょうかね。私一番びっくりしたのは、そうですね、2位と3位のね、まゆいとゆきりんがね、私逆やと思ってたんですよね。ゆきりんが2位で、ね、3位がまゆいと思ってたんですけれども、これねもうびっくりですよ、まゆゆ2位、しかもまゆゆのコメント、来年は1位取りたいと思いますって、すごい宣言やん。いや怖くないかなって思うんですよね。私だったらやっぱねこう1位取っちゃうと、なんかすごいマラソンでも1番に走ってたらしんどいじゃないですか。絶対2位3位ぐらいが一番いいと思うんですよね。で1位がね、まあ大島優子ちゃん、まあみんな想像してた通りやと思うんですけれども、やっぱあっちゃんからしてもすごい嬉しかったと思うんですよ。最後ね花束渡してたじゃないですか。もうその時にうるうるして、もう二人でねこう抱き合ってたのがね、もうすごく美しい、これがビアと思っちゃったんですけれども、はいね、私が一人でここで AKB についてねこの総選挙でめっちゃ語ってるんやけど、周りはしらーっとしてますけど、あれなんかわからん、あれわからんそうです。はい、すいませんでした。いやーもう誰か突っ込んでとか思ったら、みんなしらーってこんなね 28% の視聴率取ってる、3人に1人見てるんですよ。なのに誰かなんかコメントしてよ、はびっくりですよ、知らんって。2歳8ヶ月の息子を見てたって、2歳8ヶ月じゃそんなに伝わらんやん、もう誰か
ちょっともう私コメント見てみよう。いやーもっとリアルな声が聞けると思ってね、興奮しながら来てたんですけれどもね、あんまり皆さん興味がないらしくてね。もう早速コメント読みたいと思います。まずはてるさん、いいなうってありがとうございます。そしてかずらさん、しのさんこんばんは。こんばんは。東海地方も近畿地方も梅雨入りしましたね。ジメジメした季節はあんまり好きじゃないです。昨日からちょっと頭痛がしてます。しのさんも体に気をつけてくださいね。今日も頑張ってくださいと。かぐらさん元気ですかねえ。私今月、24日ですね、名古屋行くんで、よかったらライブ見に来てくださいよ。かぐらさんね、梅雨入りましたね。ジメジメしてるけど、でもねこの雨も大事やなと思いながら、はい、前向きに頑張ってます。で、頭痛してるって風邪ですか？大丈夫ですか？気をつけてください。で、スネムシさん、しのさんこんばんは。